ディートマー・ハマンは、ドイツ・バイエルン州、バルトザッセン出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ディートマール・ハマンとも表記される。初期地元の小クラブである FC ・バッカー・ミュンヘンのユースでキャリアを始める。1989年、16歳の時に、バイエルン・ミュンヘンのユースへ移籍。1993年にトップチームでデビューを、 果たした。ローター・マテウス、トーマス・ヘルマー、クリスティアン・ツイゲ、オリバー・カンラに率いられたチームに加わり、プロ初年度は主に右ウィングとして5試合に出場した。当初ハマンは、いわゆるバートラグ・ソマターに過ぎなかったが、控え選手として、彼にとって最初のブンデスリーガ優勝を経験した。翌シーズンは、マテウス、アラン・ズッター、 ディーターフライ、マークス・シュップラの相次ぐ不勝離脱によりレギュラーの座をつかみ、ブンデスリーガで30試合に出場し、右ウィングや守備的中盤をこなせる選手としての地位を確立し、完全なプロ契約を勝ち取った。1995から96シーズン、クラブが、ユルゲン・クリンスマンをはじめ夫をレイハーゲル監督、アンドレアス・ヘルツォーク、トーマス・シュトルンズ、 チリアコス・フォルザラを獲得する大型補強を観光した影響で前年より出場機会は減少したもののリーグ20試合でプレーした。チームが協調性を欠く中でハマンは安定性をもたらし、リーグは2位に終わりレーハーゲルは解任されたものの UEFA カップで優勝した。1996から97シーズンはハマンにとって躍進の年となった。 それまで控え選手としての期間がほとんどであったが、序盤にトラパットーニが監督に就任すると、ハマンを守備的 MF のレギュラーに据え新加入のマリオ・バスラーを右ウィングに起用した。リーグ23試合に出場し、自身2度目のリーグ優勝を果たし、ドイツ代表でのデビューも飾った。シーズン終了後、意識不明に陥り脳梗塞と診断を受けたがこれを克服した。 1997から98シーズン、昇格クラブでありながら優勝を果たした1、FC カイザースラウテルンの後陣を廃止2位に終わるも、自身はリーグ28試合に出場し2ゴールを記録。DFB ポカールでは MSV リュースブルクを破り優勝した。入荷する1998年のフランスワールドカップに出場した後、 ケニー・ダルグリッシュ率いるニューカッスル・ユナイテッド FC に550万ポンドの遺跡金で加入した。足の負傷から早々に復帰し、31試合出場し5得点を挙げた。1999年の FA カップ決勝では、マンチェスター・ユナイテッド FC に2から0で敗戦し、準優勝に終わった。リバプール1999年7月、800万ポンドの遺跡金で、 ジェラールーリエは監督を務めるリバプール FC に移籍した。在籍7年間で一貫して中盤の主力としてプレーし、191試合に出場し8ゴールを記録した。2000から01シーズンには移籍後初タイトルを含むカップトレブルを達成し、翌シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権も獲得した。2003年のワージントンカップ決勝。 マンチェスター・ユナイテッド FC 戦ではフル出場。さらにマイケル・オーウェンによるチーム2点目をアシストし、2から0で勝利を収めトロフィーを手にした。ハマンはレッツ加入数年でその地位を確立した。UEFA チャンピオンズリーグ2004から0後の決勝トーナメント1回戦、バイエル・レバークーゼントのファーストレグではフリーキックでチーム2点目を上げ3から1で勝利した。 AC ミランを尻け優勝を果たした。決勝時にはかかとを負傷していたが、後半開始から、スティーブ・フィナンに代わり出場した。PK 戦では一人目のキッカーとして負傷している。足でネットを揺らし、イスタンブールの奇跡と呼ばれる劇的勝利の一員となった。2006年5月の FA カップ決勝では、ウエストハムユナイテッド FC と対戦し、71分に、 ピーター・クラウチとの交代でピッチに立った。この試合でも最初の PK キッカーとしてゴールを決め優勝を飾った。リバプール時代については自身が表し2012年2月2日に発売されたリディーマンにおいて好意的に改装している。マンチェスター・シティ2006年6月リバプールを退団しボルトン・ワンダラーズ FC との契約を結んだが7月11日に なってボルトンはハマンが入団を拒否したことをウェブサイトで発表した。これに対して当時のボルトンの監督であるサム・アラダイスは困惑を示している。同月13日、マンチェスター・シティ FC に加入することが決定した。シティはボルトンに40万ポンドの保証金を支払うこととなった。2008年2月2008から09シーズンいっぱいまで契約を延長した。 2008年7月17日に行われた UEFA カップ予選1回戦 EB ストレームルとのファーストレグで移籍後初ゴールを決めた。2009年7月1日、契約満了に伴いマイケル・ボール、ダニー・ミルズ、ダリウス・バッセルラと共にクラブを退団した。同月にチャンピオンシップのプレストン・ノース・エンド FC との接触が報じられた。9月には、 当時のツカウンティ FC のディレクターを務めていたスベン・ゴラン・エリクソンからの連絡があったがハマンは高いレベルでのプレーを望み入団を断った現役復帰2011年2月に現役を引退したが2015年3月7日にアマチュアクラブのトゥース・ハルターンと契約を交わしたドイツ代表としてアンダー世代からプレーし1997年11月の 南アフリカとの親善試合でフル代表デビューを果たした。当時のベルティホクツ監督によって1998年のフランスワールドカップのメンバーに選ばれ、チームで2番目に若い25歳弱で参加した。開幕してしばらくはベンチスタートが続いたが、準々決勝のメキシコ戦でスタメンに名を連ねた。 準決勝でも試合開始からピッチに立ったが、クロアチアに0の3と完敗を喫し敗退した。ユーロ2000予選においては、主力としてプレー。ユーロ2000本戦では、グループリーグの全試合に出場したが、チームは、グループ A の最下位に沈み決勝トーナメント進出は、ならなかった。2000年10月、日韓ワールドカップ予選において、イングランドを1の0で下した一戦で、 旧ウェンブリースタジアムトリコ壊自然最後となるゴールを決めた。同大会本戦では、ミハエル・バラックや、ベルント・シナイダーラと共に決勝まで勝ち進んだ。1966年のロジャー・ハント、1990年のカール・ハインツ・リードレに続いて、ワールドカップ決勝でプレーする3人目のリバプール、FC 所属の選手となったが、ブラジル2-2-0で敗戦した。 UEFA ユーロ2004は、自身にとって、最後の国際大会となったが、またもグループリーグ敗退の浮き目にあった。2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝における活躍もあり、新たに監督に就任したユルゲン・クリンスマンによって、再び代表に招集された。しかし、オランダ戦で低調なパフォーマンスに終わり、以降クリンスマンによって起用されることはなかった。 母国開催となった2006年のドイツワールドカップの代表メンバーからも落選し、同年5月に代表引退を発表した。2010年5月10日、フットボールリーグ1のミルトン・キーンズ・ドンズ FC に選手権人コーチとして1年契約で加入した。2011年2月3日、チャンピオンシップのレスターシティ FC のコーチに就任した。2011年7月5日、 カンファレンスプレミアに降格したストックポートカウンティ FC の監督に就任したが、同年11月に辞任した兄のマティアス・ハマンも元サッカー選手であり、KSV ヘッセン・カッセルなどの監督を務めた。2005年に日本で開催された FIFA クラブワールドカップの決勝でサンパウロ FC に敗れた試合後、キャラガーラとバーに繰り出したが、泥水して、 騒ぎを起こし警察に連行された。ありがとうございます。